こんにちは、えのです。今回はコードジュエリーキット発送までの準備 Vlog です。以前動画で作ったコードジュエリーインスタの方でシェアしたら欲しいとお声をいただいて、とはいえ作り方は動画にしているし、材料の購入先もシェアしていたので、パーツを買い集めたり削る労力をカットしたい方にお届けできたらと思って限定数で販売させてもらいました。特にこの小さい丸パーツは余りが出てしまうのと、クオリティにばらつきがあるのでキットにする意味があるかもって思うきっかけにもなりました。一つ一つチェックしながら使うパーツを選んでいきます。こういう激しいへこみがあるパーツは使えないので避けておきます。ロスになったパーツたちで今度何か作れるかもと考え中。このパーツは元々の穴だと USB-C の頭が入らないので、この穴を削って広げていきます。私は YouTube を始める前はハンドメイド商品を販売していました。子供の頃から手を動かしてものづくりをするのが好きで、作ることを何か仕事にしたくって、学生の頃から約10年ぐらい続けてきました。ポーチなどの布小物や刺繍のアートパネル、キャンドルの資格を取って販売したり、アーティフィシャルフラワーの教室をやっていた姉と一緒にブーケやアレンジメントを作って販売したりしてきました。そのどれも一つに絞って続けることができず、今は YouTube でこれまでのことを全部活かして自分が欲しいと思うものを作る過程を動画にしています。それが今回のようにお声をいただいて、10年やってきた販売するために必要なものづくり以外の部分も活かすことができて、今とっても嬉しいです。アトリエを出て、ここは実家の父の作業場です。コンプレッサーを借りに来ました。木の粉を飛ばしてきれいにしていきます。父も作ることとかバイクをいじったりするのが好きなので、こういった道具や工具を作業場から借りることが多いです。ここからは梱包作業をしていきます。一つ一つチェックしながら1セットずつに分けていきます。動画にしているのはいつも作っているところですが、実
実はものづくりをする上で一番好きなのは、最初に浮かんだ作りたいものをどういう方法で何を使ったらできるか考える動画になる前の部分です。その考えている時はジャンルを問わずいろいろ作っている過程の動画を見たり、技法で検索して体験をシェアされているブログを見たりしながら情報を集めて自分のアイデアに落とし込んでいます。私の動画も誰かのアイデアのエッセンスになれたらいいなって思いながら動画作りをしています。次は箱に詰めていきます。パッケージはこれまでの販売経験でずっとこだわってきたこと、やっぱり手に取った時一番初めに目にするところなのでおろそかにしたくないと考えて作っています。この箱は以前オーダーして作ってもらいました。注意事項などの紙物はいつも自分で作ってます。昔からずっといられを使ってるんですけど、今だったらキャンバなどで無料で簡単に作れると思います。コードプロテクターをセット分用意していきます。ちゃんと使えるかチェックして2つずつに分けました。使い方の紙を作ったので一緒に袋に入れていきます。最後、あとは箱に全部入れて、これまた自作のステッカーで封をします。今回販売期間も数も方法もとても限定的だったのに、私を信用して購入してくださった皆様にとっても感謝しています。少しでもいい状態でお届けしたいという思いで準備しました。あとは配送中にぶつかったりしても大丈夫なようにしっかり緩衝材で包んだら完成です。
完成。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でもお会いできたら嬉しいです。